3、2、1。はい、こんばんは。こんばんは。大見翔二さん、龍之介さん、こんばんは。こんばんえ、は。私は今、車で東京から、滋賀に戻りました。こんばんは。あ、おお疲疲れれ様様ででししお疲れ様た。でした。本当に大雨の中ね、機材積んで、台風は大丈夫です今、か？いやもう雨はいっぱい降ってますけどね。焼津に泊まってたんですよ、昨晩ね。そうしたら朝起きたら海のそばだったんですけど、すんごい風でね、波もすごかったんじゃないですか、それは。波もすごかったですね。いやー、これ今日やばいんかなって思いながら、まあね、今日なんとか帰れましたけど、ああ、よかった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 。声聞こえます？僕の。なんかね、音いいですよ。あ、よ音く出な、てる？いいですね。いいです、いいです。あー、やっぱ違うんだな、マイクによってね。はい。いや、もう今日はね、お疲れ様ということで、ちょっとね、まあ、締めのトークじゃないですけど、こうね、反省会という反省か、トークですね。やりましそうょですうか、反ね。省会を。やりましょうかね。ちゃんと反省会をね。重要です。そうですね。じゃあ、まあ、龍之介さん先行きます？司会者の、龍之介さんの、何ですかね。いや、僕まあ、の いいこと悪いこと含めて、ちょっとお話聞いていきましょうか。そうですね。進行的なところで聞きたいですね。龍之介さんの時じゃあ、行きましょうか。いや、僕言うんですか？いいですよ、僕は、僕はそうか。僕はまあ、ね、前回は参加者として、参加して、まあ、いわゆるね、招集者として出て、今回は、まあ、そのね、開催、進行側として出たんですけど、まあ、前回のね、なんていうか、反省点、ちょっとやっぱり早すぎるっていうね、ご意見が結構来てたじゃないですか。あと、ちょっとこう、ちょっと黙々としちゃってるとか ちょっとそういうところをちょっと今回僕は意識して一応進めたつもりで、あんまりこうだからだんまりにならないように ちょっとこう合いの手をなるべくね、ちょっと入れようかなって感じでやっいや、てたうんまでかっすたけど、な。いや、それはね、すごくうまかったですよね。そうで、反省点は、で、反省点。ですね。反省、もういきなり 反省点か。やっぱりちょっとね、まだ早いのかな？だから、スピードが。どうなんですかね。喋るまスだピー早ドじゃいなんくか。て。全体的な進行、ライブの。ああ、実演者に今文句言ってんのね。いや、じゃあまあ、そうだから、いや、そこはだから、ライブだぞ、ライブズ。僕もほらね、進行するにあたって、やっぱ全り、体のね。間でちょっと割って入んなきゃいけないのかなとかいね。や、でも、すごい良かったよ、あの入り方とか本当ですか？が。なんか邪魔な感じがしたもん、すごく。黙 っそう、となけるべな。く、そうそうそう、なるべくそう、邪魔しようと思って。そう、それぐらいの進行ぐらいで良かった、本当に。では。そうそう。なるほど。意識をね、散らせようかなと思って。実演者の。いや、僕から見たら本当に龍之介さんの MC っていうのは想像以上で、ものすごい、やっぱりまあ、喋りがうまい下手とかじゃなくて、画像処理をやっぱりこう一歩、なんていうかな、こうニュートラルな目線、ちょっと一歩引いたところの目線から、マニアックなところずっとこう一緒にね、実演者と入り込んでいくんじゃなしに、ちょっとこう中立なところから、ね、分かってるんだけど、これはこういう処理なんですよねって、ちょっとこうね、知らない、ご存じない方も含めた、振りをしてくれる。まあでも結構ね、分かんないこともやっぱあるんで、見てて。でもやっぱり司会者はやっぱり司会に徹した方がいいですね、やっぱりああいう感そうじでですね。ね。専そ属こででややっっぱぱり、いります。そうそう、やっぱり実演までやっちゃうとね、やっぱり実演者の目線にやっぱりなっちゃいがちなんでね。そうなのよ。俺とか見入っちゃうんでね、やっぱり。いや、僕いもや、そそう。れね、そうそうそう。ほーっよって。ちゃんも大見翔人さんもね、結構ほら、お互い2人ね、やってないときは解見入っ説してちゃもうらっね。たんだけど、なんか見入っちゃってるんですよそね。うそう、没頭しちゃうから。やっぱ会話止まっちゃうっていうのをね、気持ち、初めて分かりました。本当はね、トークしなくちゃいけないというところなのに、喋らなあかんのに、見ていくとやっぱりね、止まっちゃうんだよね。そうそうそう。だからやっぱまあ MC の存在、意義があるのか存な在と。意義。いいですよね。そうそとう、思ね。いました。まあ大成功じゃないですかね。まあちょっと僕まだね、見てないとか聞いたりしてないから、
うん、多分聞いたら多分ね、うん、いろいろあるんでしょうね、反省点もきっと、うん、MC でもし課題点あるんやったら、うん、例えば飲み会とか最後の締めとか、うんうん、最後でみんなで、うん、じゃあ次もみんなで盛り上げるぞみたいな、なんかこううわっていうなんか掛け声的な関東三本締めとか、体育会系じゃない、三本締めがなかったなんかそんなあったらよりなんかこう、うん、締まりのいいなんか、ね、こう一体感がね、そのね、まあ、いいんじゃないかなどうなのみんな冷めちゃうかな逆にエンジン組むんですか、えエンジン組むエンジン、いやいやいや、それ本当体育会系になっちゃう、うん、いやでも結構ね、あのやっぱり参加者の方々もね、なんかなんていうか盛り上げてくれたというか、そうですね、結構あのほら、うん、質問をね、ああそうそうそう、間挟んでいただいたりとかして、うん、そう質問をしやすいなんかこう雰囲気だったんじゃないかなと、うんうんうん、結構ね、うん、思いましたねそこはね、皆さんいらっしゃるのが早かったんで、うんね、1時間前にはもう半分以上の方がいらっしゃってね、あれやってましたもんね、そうでね、前座よっちゃんなぜかよっちゃんが前座をやる、前座でよっちゃんがやったって、そうあのいやあの前座はね僕ね、うん、画像処理っていきなりね、例えば朝一とか急にそういう話ね、マスクがとか言い出すとやっぱりちょっとこう構えちゃうんですよね、だからその画像処理の言葉キーワードとかいろんなシャワーを浴びさせた上でね、うん、そのスタートっていうの方が、ウォーミングアップですよね。そう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 、うん。まあ、やる、やる側もね。うん。聞いてくれるモードになるかなっていうね、うん、のはあったんですよ。いいですよね。あれ何でしたっけね、フォトショップの、うん、まあ、基本基本解説の初歩、うん、初歩技みたいなところでしたよね。初歩技、技ではなかったよね。技、技の使い方とか、レイヤー、調整レイヤーの話とか。調整レイヤーの話ね。うん、あそう、私は昔こんな、もう直接やってたと。ね、うん、トーンカーブはね。うん、いきなり。そういう話からやってますね。うん。いやあれ、あれ良かったですよ、本当。ああ、そうですか。うん。うんね、よっちゃんはどうやったのせいで。え、僕自身ですか、ね、まず、うん、まず僕自身は、ね、ちょっとやっぱ不完全燃焼って、近江商人さんのね、シナリオというか、があまりにも完璧だったから、で、それに対して僕っていうのは、かなりね、まあ、いろいろとね、そういうのがあるんですよ。前回のあの関ヶ原と比べてね。ただ、僕ね、事前準備っていうのが、まあ、いろいろこう、足りない部分があった分、絶対にその、近江商人さん、龍之介さんと僕の、このキャッチボール、うんうん、はいはい、ここはね絶対うまくやろうと思ってたんですよ。なるほど。うん、だから今回すごい喋ってましたよね。喋りましたね僕ね、うん、うん。自分がやってる時も喋ってたし。うん、そうそう、だから喋る、うん。マイク奪ってたもんだ。そう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 。その間、うん、僕喋れないみたいな。そう。やっぱその方がね、会場におられる方はやっぱまあうんってこう理解してくれるかなっていう。うん、うん。うん、いやでも今回あの内容だってすごい充実してましたよ。そうですかね、まあ、うん、ハイパスはね、まあ、皆さんハイパスもそうだし、まあ、ほら、うん、かぶりとか、うん、前回やってないじゃないですか、そういうの、まあまあね、下処理っていうの、うんうんうん、あとはあのカラーアシストのね、実演もしたじゃないですか、効果とかね、あの実際にほらデジカメと、うん、そうですね、モノクロ CCD のね、画像機材の違い、なんか合わせ込みとかしてましたね。ああ、やってましたね、回転させてね、うん、あれ結構面白かったですね。ああ、俺もあれ回転軸の設定のところは知らなかった、うん、中心で回転させてたもんね、うん、だから、うん、あれはなんかちょっと時間が余ったからやってたんですよね、確かね。そうですね、あれすごい良かったですね、うん、びっくりしましたね、うんうん、でまあまあまあ自分の実演はそのところで、でやっぱ問題点は、問題というか、まあ、次につなげたいのはやっぱり、ねえーうん、ディスプレイ、 あんだけ大勢来ていただけると、まあ、今回横長のそういうスペースだったから良かったんですけど、うん、あれ縦に長いと真上一番後ろの人って全然見えないと思うんですよね、ですね、ファイルのメニューのとかああいう文字、うん、今回は、会場のねディスプレイとプロジェクターを使って、うん、そうですね、ディスプレイは液晶の、うん、あれアクオスだったかな、アクオスですかね、あれも、うん、52インチ、うんうん、52インチもあるんですか、52インチ、あ、いや自宅だったら、ね、画質はね、でかいんでしょうけど、うん、画質は良かったですよね、画質良かった、びっくり、うん、テレビでだから、ね、あれあのままで画像処理別に使ってもいいぐらいいやそうしてたよいや僕はそうしてたけど、うん、うん、そうそうそう、よかった、よかったけど、ただね、まあ、プロジェクターの方がね、あれちょっと解像度が低かったのかな、プロジェクター、いやそんなことはないでしょう、1200、400、 HDMI 直接出してたと思いますよ、うん、だから、うんうん、ってことは 1080i ってこと、あどうやら縮小して出してたっぽいですねあれね、あ、うん、解像度 UHD を、うん、
縮小して出してたと。うん、ああ、なるほど。そうそう、あの液晶の方はね、うん、あのやっぱり良かったから良かったんです。だから逆にプロジェクターに合わせるとすると、何1024角の768とか、はいはい、そういう風な低い解像度に合わせた形で、全体をやらないといけない。だから、ね、プラズマで液晶ディスプレイの方もその、角で出さないといけないようになるので、ドットバイドットを狙うんだったらね。そうそうそう。ただね、ちょっとでもピクセル保管すると、ジャギジャギに文字がなったりとか、なりますよね。なるほど。そうです。まあ、あの、ね、全く実用に耐えないわけではなかったけど、やっぱりこの液晶に比べるとね、ちょっと、ありましたね。やっぱありましたね。やっぱり横に液晶並んでるから、それはもう。そうそうそう。比べちゃうからね、どうしてもね。それはもう絶対負けるもんね、プロジェクターは。ただね、ただプロジェクターが、例えば受け側も、まあ、送る側も、フル HD で両方ね送受信できますと。で会場の照明がそういう、ね、外の光入ってこなくて真っ暗にできると、だったらね多分だいぶコントラストも解像度も上がって、見やすくはなると思うんですよ僕もっと。まあそうですよね。でもなかなかね、そういう会場はね、もうシアターホールみたいなところ借りないといけなくなるので、今度は。そうすると、やっぱりね、半日で10万以上するのでね、やっぱり地方都市のホールのとこ借りたとしても。この間のね、東京は何インチだったんですか、あのプロジェクターは。あのプロジェクター、あれ何インチ ?150 インチぐらいじゃない、あれで。150。あのサイズでね、あのスクリーンサイズで。はいはいはい。まあ、大きければ大きいほどね、やっぱり何千ルーメンっていうのがやっぱ、ルーメン数が上がってくるんでね、機材がね、やっぱり大変になってくるんでね。業務用って高いんですよね、あれ買うとね。いや、高いよ。なるほど。まあまあ、そこだけがちょっと、まあ、今後の課題にしたいなって思いました。はい。はい。じゃあ、大見商人さんどうでしょうか。大見商人さんは、なんだろう、どうだろう。大見商人さん、完璧。前回に比べてですね、運営レベルが上がったと思いますよ、やっぱり。何レベル？運営レベル。運営。あ、それは全体の話ですね。全体の運営レベル。その事前の募集告知と、あれは本当に当日のあれとかも含めて、そうですね。まあ、前よりはまあね、レベルは一つ上がったのかなと、経験値が上がって、やっとこう、まあもちろん今回ね、会場費含めて、まあお金を2500円いただいたっていうのはあったんで、ちゃんとしないといけないっていうのがあったんです。なるほど。いや、やっぱりね、この趣味をやってる人だからなのか。この趣味をやってる人たちは、なんていうのかな、ね、やっぱりこの、やっぱりマナーがいいじゃないですか。まだいいです。いや、だってね、なんていうかね、何も言わ、登録しといてもやっぱり来ないとか、普通で、まあ普通じゃないですか、人数がたくさんいて。そういうの、本当にね、そういう人でいなくて、すごい助かりますよね。ああ、すごい助かった、本当に。する上でね。そうですね。楽でしたね、そういうところ。だったと思います。あんだけすし詰め状態だったのにね。会場でもね、本当申し訳ないぐらいに。僕はなかったですよね、確かに。本当にね、すし詰めでしたね、本当に。すごい状態。欠席多いかなと思ってたので、5人増やしちゃったんですけど、最後。まあ普通のね、まあいわゆる平均的なイベントだと、やっぱり欠席は、ね、出てきますもんね。2割ほど出てくる、2、3割やっぱりね、無料のやつやったら出てくるしね。そうですね。事前にお金払ってなかったらやっぱり。ですよね。いや、素晴らしいですね。そこは良かったと。問題悪かったところ悪かったところどうだろうどうだろうもうちょっとこう、まあ、懇親会を、まあ、1時間とかやったんですけども、やっぱり、時間が少なかったとかっていうのと、やっぱり、知ってる人同士しか喋ってないっていうのもあったのかもしれないっていうのが、ちょっとね、残念だったかなとか、なんか、そこら辺、そういうとこぐらいかな。だから、それをなんとかして運営側でカバーできるような、何か仕組みみたいなものっていうのが、なんか作れたらいいなとか、まあそういうことをちょっと思ったりしてましたね。いや、でも結構和気あいあいと皆さんね、話してましたよ、簡単に。まあちょっと全員が全員ね、絡むっていうのはなかなか、難しいけど。いや、なんかゲームでもやればいいんでしょうけどね。いやいやいや、いいか、よくゲームで。ああ、龍之介さんのあれでしょ、イプシロン 130D をかけてるでしょ。
おお、争奪戦みたいなね。それいいですよね。いや、もうこれ寄贈しますんで、その代わりゲームしましょうと。なんですか、穴開けゲームですかね。え、穴開けゲームですかね。穴開けゲーム、後ろの。あ、ドリル持ってきてね。そうそうそう。あの、黒ひげ危機一発みたいな。穴だらけ、蜂の巣状態。うん。あ、まあそういうとこです。なんかそういう機材のね、うん、なんていうかな、あの紹介みたいな、うん、お互いがなんかそういうなんかできればいいですよね。そのなんか、そうですね、事前にちょっとあの、うん、ちょっと声かけといたりして、うん、あのスライドとか使って、うん、そうですね、そういうのもあってもいいかもしれない、ね。うん、そうなっちゃうともう多分ライブする時間がなくなってくるので、まあまあまあね、まあ、まあね、うん、確かにそうなんだよ。やっぱりあの、うん、このイベントやっぱりライブなんで、実演っていうのはね、うん、あの講習会でもないしね、勉強会でもないし、ライブなんで、ね、うん、そこがね、今後どうしていくのかって、方向性をどうしていくのかっていうのは、ちょっと悩むかもしれないですね。悩むね、うん、なんかいろんなやっぱりね、うん、まあ、ライブとは別に、また別立て で、うん、でやってもいいのかもしれないですよね、うん、なんまあ、そのあたり、ね、まあ、それはまたいろいろ、また、うん、立て付けが変わってくるけど、うん、ね、やっぱりよっちゃんのセッションとか、やっぱりライブじゃないしね、あれはもうすでに。解説が入ってるからね。解説になってるんでね、うん、よっちゃんテクニック解説、うん、なっちゃってますね、うん、なってたと思うので、まあまあすごい、でもあれはあれで、ね、うん、でもね、でもね、うん、あの数年前とか、まあ、僕も何度かやってきましたけど、うん、ああやって実演交えて何か画像処理を解説するってことはほとんどねなかったですよ、うん、で僕はそれは新しい試みとして、まあ基本的にはパワーポイントで説明するんだけど、うんうん、一部のところだけ、ここの3分間だけこれ見せますって言って、うんうん、でやるのもこうドキドキもんでやってたんですよ、その3分黙々と、うん、そうそうそう、うん、あとはトークばっかり、うん、であのパワーポイントでずっとそういうスタイルだったんですよ、でも 今この僕らの目線から言ったら、え、何その3分だけ実演っていう感じじゃないですか、そう思うよ俺は、全然だからね、今違うんですよ、その、うん、スタイルっていうのが、そこをブレイクスルーしたわけですね。そうそう、ブレイクスルーしてる、うん、前回と今回は、うん、前回は特にブレイクスルーですよね、あんなもんは。そう、いやでも大見勝利さんも僕もね、そういうの参加したことないですから、うん、ないですよね。でもさ、こう前のやつね、そのプログラマーとかやったらさ、うん、あのライブコーディングのイベントとかあるやん、よく、はいはいはい、うん、なんかそういう、うん、まさにでもそういう感じでしたよね、会場で、うん、まさにライブコーディングみたいな、だから、うん、やるのやったら一つの素材で3人ぐらいで競うとかっていうのは、うん、なんか面白いかなとかっていうのちょっと思いましたね、次やるんであれば。あ、同じ素材をその場で開いて、うん、なんだこれっていう感じでその時間の中でうん、こう仕上げるっていう、あ、それはね、あの、うん、スイッチなんていうのあれ、あの HDMI かなんかでこうスイッチで切り、あ、スイッチャー、うん、で、あ、まずは、うん、まあ、例えばピンターさんのところチームどうでしょうかっていう感じでこう切り替えて、あ、今ここまで行きましたねって、次大見勝利さんどうでしょうかってカチッとこうしてそうそうまだちょっとキャリブレーションやってますねとかね、それやったらありかもしれないね、うん、もう番組として再編集して、うん、もうそれこそ DVD にしたいわけですよ、またこれを、うん、結構、うん、いいかもしれない、それはそれでね、うん、まあね、次は関西方面ですかね、うん、関西ですよ、うん、いやなんかね、そのアイディアとかあるんです、え、何を、そういうのがあるんだったら、ないないない、まだ全然、いや、今言ったような、さっき言ったようなこと、大見勝利さんが、いやだからさ、今こう関西で次やろうかって言ってたら、うん、もう関西の人たちがクソとか思って、うん、なんかこうね、うん、言ってきたら面白いですよね、和歌山チーム、和歌山あたりから、はいはいはい、こう徒党組んでこう、うん、わしらにもやらせろやーとかこう、ああ、そうですね、うん、なんかそういうこう、うん、あった、何より来てんねん、勝手に、やっぱりね、関西もたくさん達人がね、うん、そうそうそう、いますね、いるわけですよ、うん、ね、どう巻き込んでいくのかっていうのがね、うん、結構、楽しみ、これはもう、うちらはなかなか難しいね、うん、よっちゃん頼みますよ、ここは、ああ、了解です、うん、ね、もちろん僕も力添えするんですけども、うん、僕どっちかっていうと、いや、どっちかっていうとというか、大阪はもちろん、まあ、大見勝利さんとかね、ロケハンしていただけるということで、うん、そこの期待値っていうのもあるんですけども、うん、ちょっと違う話するんですけど、ケアステックさんとね、あの、うん、ケアステックさん、この話出していいって、もう事前に了解済みなんで、うん、もし、初耳、それ、初耳やね、初耳、うん、初耳。うんうん、ちょっとこう無難に返事してほしいんですけど、はい、あのさっき話しとったんですよ。で、あの、はい、もし九州でやるんやったら、
ケアステックさんがね、もし九州でやるんだったら、大体本州の人たちが結構いっぱい来るから、日帰りでっていうのは結構厳しいと思うんですね。だからむしろ宿泊ということ前提に、一夜目は基本ベーシックなところを僕なりお嫁さんでやって、で2日目朝ね、昼までのまあブートして、今度応用編をやると。今までのまあキャンプとか、そのね、星座研究会とかの違いっていうのは、やっぱり画像処理に特化してるという、画像処理オンリーでまあ行くと、ゴリゴリ。でそれでまあ2部に分けて、で当然そのまあ懇親会的なものとか飲みとかね、そしたら飲みたいっていう人たちも、コミュニケーション取りたいっていう人たちも来るわけじゃないですか。それはね、それでね、もしやるんやったら、まあ、それなりのね、宿泊前提での、じゃあお金を出してきましょうっていう人たちは結構多いというふうに、カーノさん、ケアステックさん見てるの。で、カーナさんのところって、まあ、ケイアセックさんでこう、なんていうか、プラチナスポンサーになっていただけるとかっなんてか、いう主催やるんやっ感たじですら、やかぶさね。かじゃないっていうこと言ってたんで、それはその場、ね、どこの場所がいいとか分かんないじゃないですか。結合宿的局、なものですか、要するに。画像処理をなぜこう習得しましょう。で、ついでにまあ飲んで楽しみましょうみたいな。いいですね。温泉がいい、温泉いいですね。温泉とかもありって言ってた。九州だったら、いいで別す府で。ね。だって僕らも、画像処理温泉とかっていう名前にしましょうか。だから宿泊、宿泊版画像処理オフみたいな。でね、画像処理の話するじゃないですか、当然夜とか、夜のね、全部公演終わった後にね。で、僕らだってビジネスホテル泊まるぐらいやったら、みんなで泊まった方がいいじゃん。あんな九州行ったら絶対日帰りで帰ってくるの大変なんだから、苦しいですね。ねえ、一泊して行きたいじゃないですか。そりゃそうでしょ。一泊しないと帰れないよ。でしょ?でしょ?だったらみんなで泊まろうよって話。なるほど。いいですね。楽しそうですね。それはね、ちょっと言ってますね、そういう話を。構まあまあ、想。アドバイスとして、ちょっとこういただいたんで、ね。まあ、ちょっと先の話になっちゃうかもしれないんだけど、まあ、そうですね。先の話で、まあ、そうですね。まず、そうですね。まあ、大阪やって、その次とか。でも、もうあっという間ですよね。もう3回目ですもん、ずっそうと。いう間ですよ。次やるんだったら。まあ、でも、次やねえと、もう12月の末とかかな。もまたその師走の師走の忙しい、お盆27にやった日ぐり、師らいに走やにるやとっかたりね。も27日ぐらいにみんな休んでる時にやるとかね。そうだよ。だって、ちょっとね、俺のね、仕事の都合でね、ちょっと満月期がね、ちょっとね、仕事が、出満た。月期の日曜日、仕大見事が商人さんね、の都合で 出た。関ヶ原の時もそうやって。俺の都合で12月とね、1月はね、多分満月がね、多分潰れてるんですよね、逆に。本当に。満月じゃなくたっていいんじゃないですか、別に。まあね。新月で。新月の時新だけお月前はではちょっ分けとダて。メやいろ。やー、というかね、もう12月になってくると、冬の大正ね、もうあんなんで、春の大正とかになっちゃって。で、1大正に、ほら、M81 とかにさ、なんか5時間とかバカみたいにかけてさ、結構時間余ってるんですよ、6、5時間。取るもんないから。だから多分ね、そんなね、絶対新月じゃないといかんってことないと思うんですよ、僕は。まあね、いいで了す解、了解。そっか。まあ、だよしから、まあ、そういうね、アイディアとかもあるし、大阪はじゃあどうしようとかね、なんかそういうのがあったら、まあ、まずは会場ですね。会場。今の感じで言うと、やっぱもうあれですいい場か、面がね。もう大阪っていうの決定でいいんですか。いや、もう僕、大阪っていうイメージしかないんだけど。いや、その、いや、分からへん。大阪決で定もさ、なんかさ、吹田とかさ、なんか宝塚大阪ちゃうか。なんか泉佐野とか、なんかそっちの方かもしれないしね。でも関西での確定なんですか。関西で違う次。なん確と定なでいいんく。ですね。いや、まだその、ほら、正式に聞いてないから。い次や、はどこだっていう。関西じゃない？関西。なんとなく関西じゃないの？みんな。どうなん？関西の町よりもちょっと山に近い和歌山と関西の中間あたりってどの辺ですかね。和泉山なんとちゃら。関西でどれ。そう。島、関西で和西歌山。和田とか、泉佐野とか。ちょっと電話してて、二人で喋っててください。何や、どうしたのよなんね。かかかってきたんだよね。ちょっと電話、喋っててくださいね、二人でね。何や、それ。じゃあ、皆さんこんばんは。いいの?こんばんは。皆さんじゃないけどさ、ちょっとよっちゃんの真似しゃべってよ。よっちゃんの真似して、ちょっと。そうですね。そうですね。違うね。いや、でもね、良かったですね。無事、こう、
成功したというかね。いや、よかったよ。もう、ついさ、別にもう東京さ、よっちゃんなしでもできるやんって言ったらさ、人がこうへんから面白いよね、これで。あ、やっぱり俺たちそんなもんなんや。ぷぷって書いてあるさ。出張所みたいな。そうそう。スピンオフですかね。スピンオフですね。ちょっとね、なしでね、なんか10人ぐらい集まるとかね、なんかそういうね、イベントとかやってもいいのかなと思って。だからこの間の、あの場所やったらさ、多分2時間で500円ぐらいでやんで、一人やって。ああいうところで、あのプロジェクター借りてやればいいやん、なんか。ああ、なるほどね。それは。なんか、そういうのをなんか1ヶ月。例えば、青梅商人さんはなんかこう、何かをリリースするってなんか聞いたんです。噂を聞いたんですけど。何のリリース？何もせえへんでリリース。いや、何か。は？実演の？え？どっかの、誰かのコメントに書いてませんでしたっけ？なんか、まあね、なんか、めんどくさいなと思って書いてた。あれ何？動画とかってこと？そう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 。動画キャプっといたやつ。流しっぱーって。編集なしでね。一発ストリーミングとかね。そう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 。あ、いいですね。ストリーミングね、流したりとかっていうのね。ブルーカップライトとかね。ちょっと、まあ、ね。延々とかぶり取りをしてる。あ、そう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 。延々とかぶり取り。1時間ぐらいずっとかぶり取りをしてる。でも、ストリーミング配信なんで。ストリーミングでね。でも、途中から見られない設定にしたら。拷問みたいですね。拷問これを耐えた後に、フォトショップのレイヤーをやりますとか言って。どんどんあの視聴者が、あの数が消えていくんでしょ？あ、見てたら、右下とか見てたら。いや、別にさ、生中継してもいいやん、逆に。いいですね。やってくださいよ、その生中継。いやいや、俺がやるの、まず。撮影からほら、前ちょっと言ってたじゃないですか。撮影してるところから、ストリーミング配信するとかっていう。ああ、そうやね。あの、電波状況さえ良ければね。で、カシャって撮って、そうそうそう。その場で、あのね、画像処理してみたいなこと言って。ああ、いいね。まあ、でもまあ、画像処理やってるとこもね、生中継とか面白いかもしれへんね、イベント的に。まあ、多分、あの、5人ぐらいしか見てくれへんと思うけどね、事前告知しても。いやー、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいじゃないですかね。なんかもう、あのさ、なんかのチャットみたいにさ、こうさ、なんかおひねりとかさ、こうさ、出してくれたらさ、やってあげるよ、こことかってこうやって。よくあるやん、ポイント制でこう、なんかやるやつとかね。1対1にするね、チャットとかもあるやん。なんかそれちょっとあっち系か。ちょっとね。いや、でもね、やっぱ近江商人さんのその、あの、この地味なかぶり取り、やっぱあれはね、呼び物になりますからね、あれね。いや、本当に。いや、他にいないですよ、あんな。いや、でもあれでも、あれでもいつもの多分半分くらいだよ。あの、詰め方としては。だってあれを一遍フォトショーに持って行って、一遍強調してみて、かぶりがあったらもう一回あの捨てたイメージに戻るもん、もう一回。ってよく言ってますもんね。そうそうそう。だからさ、結局、情報が少ないからさ、やっぱりね。やっぱり素材原理主義なんですかね。そう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 。だってやっぱりさ、あの、デジゲンのところのさ、やっぱレベルの幅がさ、200とか300とかになるよね。はいはいはい。2、300になるとさ、8ビットで255やん。うん。ということは、もう全然こう、階調がない状態で、フォトショップに持っていくわけだから、ということはね、なるべくやっぱり捨てたイメージで、やっぱり処理しとかんと、ちょっとね、フォトショップで破綻するし、強引にはやっぱりできないんですかね。と思うな。フィッツの時点でね。ああ、そう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 。やっぱりフィッツの時点でやっぱりやっときたいなと。なるほどね。思いますよね。僕もすごい、でもさっき最近そういうことを意識してますけどね。ああ、そう、だから、やっぱり龍之介さんはやっぱりね、あの、ピクスインサイトの方をね、やっぱり頑張ってもらう。そっちですか。じゃないと俺も頑張るから。あ、そうですか。あ、ピクスインサイトちょっと頑張るよ、ちょっと。あ、本当ですか。やりやすいよ。ちょっともうステライメージ飽きてきたんで、新しい。僕は逆に最近ステライメージのね、
再評価をしてるところですか、ね。ああ、そっか。まあ、俺もね、一回打った立ちやからね、一回勝ってね。そんな機会ね、まあ、話が続いた状態でよかった。え、まあ、盛り上がってたよ。あ、本当よかった。いや、ごめんなさい、あのね、仕事のね、こう、電話だったんで。うん、呼び出し。ちゃんと普通に繋いでましたよね。繋がってました。悪口ばっかり言ってまして、悪口ばっかり。あ、本当に、後で聞くの楽しみですね。うん。そうかそうか。うん、いや話続けてくださいよ。スライメージの中言ってたんです。いろいろ話してたんですよ、今。うん、だから、大海商人さんが、ライブでね、あるいはストリーミングでね、なんか延々と1時間ぐらいね、かぶり取りをしてるものを配信してて。スキップできないから、生放送やから、ずっとこうね。いや、それなんかさ、タイムラプスかなんかでやった方が、じゃないと変化わかんないんじゃないタイムラプスでやったら余計わからへんやん、ヒントが。いや、ね、マウスポインターブワーって動いてんだけど、でも画像は、ブワーっと徐々にかぶりがこう、ゆっくりこう取れていくみたいな。なるほど。タイムラプスじゃないですか。作品ですね、それね。それはそれで一つの、うん、そう、うん、それさ、ミッチーさんがなんかやってたやつ、ああやってたね、処理のね、うん、プロセスをね、出ました出ました、うん、あ、そう、うん、でもミッチーさんはあれですよね、確か、うん、そのうちらが当て馬でやってたらしいね、そう、うちらが東京でやってる間に名古屋でなんかやってたらしいでしょ、うんうん、だからその辺のブログ上がってこないから本当にやってんの、うん、いやでもね、僕ああいうのいいと思いますけどね、いやいいですよ、うん、だから全国でやってほしいですよ、本当にもう。そうですね。満月期の日曜日は、どっかで必ずそういう会をやっているとかね。うんうん、まあ、多分いろんな同好会とか、その所属の団体内ではいろいろやってると思うんですよ。うんうん、ああ、そうだよね。だけど、ね、やっぱこう潜在的な、こう、やりたいけど入会してないとか、あるじゃないですか。うん、ある。我々とかね、私とか、ユースケさんとかね。うん。無所属みたいなね。うちはフリーランスですからね。フリーランスだよね。さすらいやね。さすらいのジプシーですね。ジプシーですからね。ジプシー、ね。はい。そうか。だからまあね、ちょっと大阪につながるといいなっていうふうに思ってますね。大阪でね、ぜひともちょっとお願いしたのは、私もステライメージをやってみたいなと、はいはいはい、うん、思ってるんです。ステライメージね。うん、ステライメージはやっぱりね、うん、そう、さっきもちょっと話してたんですけど、うん、大海商人さんはなんかもうね、飽きてきたとか言ってるんだけど、おで、ピックスインサイト。やりたいってやりたいって言ってるんだけど、いやもちろんそっちはね、そっちでやるんですけど、うん、やっぱりこう最近ちょっとこう、うん、ステライメージのね、存在意義をね、強く感じてる、ね、再認識してるよね。そうやっぱね、デジゲンもそうだし、うん、それこそ本当のあのシーソーのかぶりね、うん、かぶり取り、うん、いや、あれいいですよ。あのシーソーをボアスでこうやるんじゃなくて、数字でやりたい、ね。そう。あれはね、操作感悪いですね。うん、あれ操作感、本当にあれ、うん。設定を保存はできるんだけど、うん、だからそっからの微調整っていうのが、うん、あれはやりにくい。X 軸、Y 軸選んで、シーソーの上下幅を、うん、あの数字で設定できるようになったら、もう最高に使いやすい。できればいいですね。うん、確かあれも、両端しかできないんですよね、うん、ユーザーインターフェース最悪やから。うんですね、斜めにかぶりは俺は取らへんから、必ずあの、うん、X やって Y やって X やって Y やって、やそれで僕ね、そう操作性が、うん、悪いというか、そう、やっぱりね、いろいろあって、そこで嫌になったんですけど、やっぱそういうの我慢してでもね、ちょっと使おうかなと思いましたね、そういうの、あのデジゲンとか、うんうん、ああ、何、今面白いこと言ったね、 X やって Y やって X やって、でそれで追い込んでいくんだ。やってたやん、昨日。いや、そうやったけど。斜めにやってへんたやん。ああ、そういうことね。うん、それは再現性をっていう意味で。いや、斜めやったら斜めの仕方っていうパラメーターが入るから、斜めの角度が間違ってたらっていう、その、ね、あのパラメーターっていうか、その要因が入ってくるから、それを取り外して、まずは X やって、Y やってって言った方が確実かなと。いろいろあるんですね、そういう哲学がね。哲学がね、なんかこだわりというかね。うん、そこだけは譲れんみたいなとこあるんだね。そう。なんか自信満々に言っとったけどさ、今さ。悪いか、ほら。ドヤ顔でね。ドヤ顔で。本当にもう。やっぱりいろいろね。うん、そう、やっぱり。結局本当は、まあ、理想は一つのソフトでね、うん、全部できればそれは楽なんですけど、いろいろとね、うん、やっぱありますよね、それぞれのソフトの得意分野っていうのはどうしても、うんうん、結局、うん、そう、今のところそうせざるを得ないというか、いろいろ全てを使いこなすというか、うん、だからステライメージにではやっぱり傾斜補正があるけども、うん、ピクセルインサイトではないんでね、そう、いや僕もねちょっといろいろ見てたけどね、うん、
マウスオペレーションっていうのはないですよね。ないよ。だから、もうステライメージで、傾斜補正をやった後の保存したフィッツファイルを開いたときに、その傾斜補正が、キックスインサイトでちゃんと反映されてるかどうかっていうのを、ちょっとまずはテストしてからじゃないと伝え。そうですけど。されてると思うけどな。フィッツだから多分、なってないんじゃないかな。わかんないよね、その辺がね。これ意識して見たことないから。ちょっとやがん、ちょっとテストしてみますよ。CC ディスタックはね、あれはあれで、やっぱり名前の。やった方がいいね、やっぱりちょっと。スタックまでのね。CC スタック、CC スタックでみんなに言われたんでね、やっぱりそれは。CC ディスタックね、あれはやっぱりスタックまでの存在意義じゃないですか。そう。速度と精度と。でもやっぱり俺がやってるんやったらやっぱり2時間ぐらいかかるんでね。それでも。なんで ?30 ファイルぐらい、ね。RGB に分けるからってことですか？そう、RGB に分けて。ああ、分解再合成とかでしょ？一番時間かかるのがデータリジェクトが一番かかるんですよ、俺、最近。なんで？パラメータを1個ずつ調整してるから。1個ずつってどういうことだろう？データリジェクトの。データリジェクトのリジェクトされているビット、あのドット数を、はい。大体 2% 前後、2% 前後かな、あれ、はい、れてるやつだったら 2.5% ぐらいにしちゃうっていう、そうじゃないと、その素材によってばらつきが出てくるんです、そこのパーセンテージがあまりにもリジェクトされてる素材とか、いろいろ出てくるので、まあ、全体的なそのコンプリート工事率を上げるために、まあ、2% 前後、30枚で 2% 前後でっていうふうに揃えるようにして、一つずつパラメーターを設定しているっていう感じですね、俺は。それをね見せたかったですね、前回というか今回は。でもそれできなかったですよね、時間的にね。ないよ、そんな、やってたら2時間かかるんだから。それじゃあ次回ですかね。まあ余興でやるとかやね。余興余興で2時間ですか。そのワンコインの懇親会でみんながピザ食べてる時に延々とやっとりゃいいんじゃない。やっとりゃいいんじゃない。みんな見てないみたいな。たまにちょっとちらっと見てね。あーやってるやって。おお、いやいや、ビールとかこぼされたりしてね。でその間ずっと飲めないからね、飲み食いできないから。いやだけどいいですね、本当その大海商人さんの、その姿勢なんていうかね、まあそうね、ねちっこく、ねちっこいですね。でもまあちゃんとこう貫くという、ね、君たちみたいな機材を使ってないからですよ。俺は。いやだからそこに画像処理で少しでも追いつくために工夫をしてるだけじゃん、それは。まあ撮影者さんの妥協はないんだろうけど、あれはないね、納得感はないみたいね。いやだってコアのプロミナは十分ね、シャープな光学系だし、そう、あとねウィリアム、そうどっちもいいものを掴んでるじゃないですか。仕事っていうものってノーマルカメラみたいなもんですか。でも例えばそれで大見商人さんがイプシロン180を買ったとして、でも同じことしますよね、やっぱりね。同じことやるんでしょ、結局。当たり前よ。当たり前よ。何言ってんのよ。ですよね。いやー、ほんとね。やっぱほら、この間参加、ね、していただいた方々も、やっぱほら、いろんな方がいるじゃないですか。僕もあんまり画像処理があんまり時間かけたくないとかね。やっぱりいろんなタイプが、僕もどっちかというとそういうタイプなんで。やっぱりね、こう。やっぱりそれぞれのね、やっぱりスタイルがあるんでしょうね、きっとね。ですかね。いや、全員が全員、大見商人さんみたいにやってたらね、やっぱりちょっとしんどいっすよ。しんどい。フラットに3時間かけて、とかね、だけスタックに2時間かけて、傾斜補正に2時間かけて。そう、だからね、まあ、大見商人さんはそういうね、ベーシックなとこやってたから、なおさら僕は何だろう、ビジュアル的にこう変化の分かりやすい、ところで、それそうね、今回でしょ。いや、ビフォーアフターが、バラのね、バラののぺーっとしたやつがね、うねうねってなったりとか、いや、そういうのがやっぱ欲しかったなって僕はね。僕はそっちで保管しようかなと思って。よっちゃんになんかすごいなんか言ってましたよね、今回あの断ることに、なんていうか終わった後に、僕のあの 6D の素材がどうのか。
そうそうそう。そうそう。そうよ。あの、大見商人さんの後に。うん。あんだけフラットがね、綺麗に決まった大見商人さんのフラットのね、その素材、ライトフレーム。うん。僕は、ねえ、いや、もうある程度経験者でも、うん、これぐらいのムラっていうのはあるんだよっていうね。うん、大丈夫、大丈夫っていうつもりで言うと、ね、持っていったんですよ、その素材を。逆にあれくらいの村でみんなやってるんやっていうのをね、逆に面白いなと思って見てたけどね、は上から目線でね。上から目線で、ね。あ、そうなんや。俺は見下された感じだよ、あの素材持ってってさ。なるほどね、なるほどね。多分情報量が多分いっぱい詰まってるなと、会長がいっぱいあるやろなと。いや、あの、網状星雲とかすごかったですよね、あの、よっちゃんの。うん、うん、ひどいでしょ。うん、ひどいひどい。いや、まあ、あの、あれもね、最新作の、一番最新式の取得フラットの、あの、まがたまだってさ。あの、結構ね、カラフルで。カラフルさ、ね。なんか変なとこにね、陰りがあったり、ね。そうそうそう。あれひどいわ。教材としてはすごい良かったですよね。教材として。いや、でもしかし、あれをね、うん、あの、じゃ見てたけど、ほら、もうなんか、適当な、うん、に見えちゃうような感じの、ほら、うんうん、円形グラルとか、ちゃっ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 てね、うん、あれで合っちゃうっていうのはすごいよなと思って。ね、あれでね、ちゃちゃちゃってやってた、ね。ほんとになんか適当にやってるのしか見えなかったもん。ちゃちゃちゃってやってたね。うん。うん、やってた、ね、話しながら、なんか雑談しながら、うん、あのグラデツールでね、引っ張って、ピッピッピって引っ張って。あれで合っちゃうんだから、すごい。あ、こんなもんでこういう感じでやってるんだよね。スクリーンで不透明度 25%、20% ぐらいで、ちょっとこうね。あれ、不透明度っていうのが肝なんですね。うん、グラデーションの不透明度ね。まあ、ただね、表示がね、あれ、50% とか 100% とかじゃないと、しっかり反映されなかったりするじゃないですか。うん、50% と 40% の、 あの違いっていうのが見えないんですよ、あれ、サイド100って。結合しないことには。あ、うん、結合して初めて分かったりとかするんで。あれもザ、うん、そう、そこはね、RGB 別でね、やってたり。うん、いや、あれはね、いや、ぜひぜひ、あれは、うん、なんていうのかな、うん。あれもやっぱ目玉で、地味だけど目玉ですよね、あの、今回。うんうん、あ、まあね、あの、やり方っていうかね、人の、うん、あそこのあの、やり方っていうのをね、学べるのはね、うん、いいですね、ああいうのね。うん。ああいうの、ぜひぜひね、うん。ただね、ただね、まあ僕もちょっと言い訳がましくてあれなんだけど、僕もね、コアのプロミナ使った時は、かなりね、うん、フラットの精度良かったですよ。うん、高音声雲取った時、うんうん、うわ、これもう完璧じゃんって思いましたもんね。いや、僕もその、うん、ほら、あの、ベイビーキューを使ってた、うん、今も持ってるけど、うん、あれ、あの時にフラットが合わないなんて思ったことないんですよね。うん、ああ、はいはい。本当に、なんかそれがイプシロンになってからね、合わなくなるでしょ。毎回ヒーヒー言ってるから、その、フラットは合わなくて。うんうんうん、なんなんですかね、あれね。いや、やっぱじゃない、近接光源と無限光源、うんうん、あれでやっぱほらね、反射系にはいうね、あの射強のユニットとか、うん、いろんなものがあるから、うん、乱反射とか、ね、うん、ちょっと違うんじゃないですか、やっぱり再現性がやっぱり、ね、近接光源だから、うん、あのあれがね、あるから困あダメやっていうことか、影が入ってる、射強があるからね、うんうん、そう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 、うん、なんこんなにフラットで合わなかったっていうのはね、うんうん、イプシロンにしてからね、うん、実感してますけどね。え、特に色がね、うん、L はまだいいんだけど、うんうん、なるほど、うん、スカイフラットライブラリーを作るしかないね、そうやったら。もう、いや、RGB 別のもう。ゴミとかがな、やっぱり、ゴミも光軸もやっぱ動くから、反射は。ああ、確かに。うん。FSQ とかああいうね、光軸いらわんでいいやつだったら、うん、もうゴミだけの問題って切り分けができるんだけども。うん。うんうん、やっぱり FSQ か。だから、うん、から大見商人さんは、あれでしょ、反射使わないんでしょ、うん、そう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 。そこは楽したいんでね、自分は。あ、うん。そこは楽したい。そこで苦労したくない。時間はかけるけど、あ、そうね、うん、なんて言えばいいのね、うん。苦労したくない。そこで。悩みたくはない。うん、あ、まあね。哲学ですね。ねえ。原理主義者だから、ね。原理主義者です、ね。何でも原理主義者だって。屈折原理主義と素材原理主義。そうそう、こんな感じでいじっとったらね、実演中ね、ね、あ、そうそうそう、お店さん、こんな感じでいじられとったらね、いじってたらさ、やかましょとか、今ネタ振るなみたいな、お前ら黙れやみたいな、そうそう、めっちゃ本気でやってたもん今回、もうゾーンに入ってたからね、ほんま、いや、あ、特に最後のね、駆け込みはすごかったね。なんか一回ほんでほら途中でトラブったじゃないですか、なんていうか
ああ、とね、選択、レイヤーの選択ができなくて。なんかいじっちゃったんじゃないね、フォトショップの何かを。うん。で、レイヤーの二重選択ができなくて、複数選択。うんね、あそうそうシフトしてでもあれもよくリカバったなと思ってね。うん。うんうん、ですね。まあ大丈夫。うん、ライブなら。でもやっぱりさ、うちらの3人にさ、大御所が並んでたんや、こう、やっぱり。ちょうど後ろ、ま、ね、真後ろで、真後ろで構えてたんで。いらっしゃったからね。うんうん、もうそれがね、まあ、もうゾーンに入ったね、それでもう。ぐわってもう。やべって。うん、感じされてましたから、うん、そう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 。いやね、あの大御所の方々、うん、まあ、統括保持隊のね方々、うん、なんかもうね、いきなりのこう私のその無茶ぶりで、うん、うまいことこうつないでもらったっていう、本当本当、うん、そうそう、相当な無茶ぶりですよね。それはね、できないですよね。うん。しかもちゃんとね、やっぱりほらこうトークを入れながらっていう僕らのこの趣旨をうまく理解してもらって、うんうん、ね。ピンタンさんとかもすごくね、うん、うん、あここはこうでとかで、なんかこうそういうやりとりもちゃんと入れてくれたんで、なんかだいぶね和みましたよね。うん、うんうん、そう、さすがでしたね。よかったですよ。うん、普通できない、普通はできないですよね。あの一つの素材を3人でね、うん、回して、できない、できない、絶対普通はね。俺いいね。うん、いや、でも俺そんなことするんだと思ったもん。そうそうそう。よくそんなお題をぶつけるわよっちゃんと思った。めちゃぶりしてね。うん。でしかも時間短いじゃないですか。そうそうそう。うん、最初2分で交代とか言ってたけど、それは絶対あれ成立せへんじゃない。ああ、ね。M33 ですよね。33ですね。いや本当にね。うん。いい感じの仕上がりでしたよね、あれ。そうそう、うん、フラットエイトとか出てきましたもんね。出てきた、うん、あれもうフラットエイトの使い方とかね、もうびっくりした、うん、本当に。あれで星マスク作るとか、うん、いやなんかね、そうそう、星マスクがね、ナチュラルに、そう、自然にできるんだよっていう話でしたね。そう、T-FIXさんがそう、そういう解説一押ししてた。うん、そうそう、うん、だからまあ星の形が綺麗にね、こう抜けた感じにね、撮れてたな。うん、あれもね、そうだね、うん、規制がね、微構成は大体でも抜けるんだけど、規制をどうやってこう滑らかに抜くか、そう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 、規制のね、うん、形をね、そうそう、うん、そこがあるんですよね。うん、ダウンロードしようかな。うん、いろいろ使ってみるべきですよ、やっぱり。うん、確かにね、あれは確かに規制のね形はね、本当にあれやったら綺麗になるな。うん、うん、そう、うん、だからもうやっぱ今現状では複数のソフト、例えばスタックだったらもう CCD スタックとか、うんうんうん、ね、星マスクだったらもう綺麗なもの作りたいったらもうフラットエイドとか、うん、なんかやっぱこうね、特化したものがそれぞれあるから、うんうん、そこをまあね、まあ、つまんでいくような感じなんですかね。でも余計高度になりますね、そうするとね、やっぱり奥が深くなるっていうかね。うん、まあ、解説しようと思ったらね、あっち行きこっち行きってフローズを見せてね、まずね、そう、初心者にとってみたらやっぱりね、全部もうまとめてくれよってなるんだけど、なんか次は、うん、ステライメージとかってなんか聞いたんですけど、違うんですか、違うんでしたっけ。誰、あ、いや僕はそうそう、さっき言ったようにそのステライメージをやりたい、うん、お、うん、やっぱりステライメージはほらね、うん、この国産のもらってるじゃないですか、うん、アストラーツからお金をこう、いやいやもうほらデジゲンとかね、でもステライメージ使うのやっぱり使用者多いですからね、いやね、あのデジゲンのね、うん、やっぱりテクニックはね、うん、自分もやっぱり自己流なんでね、やっぱ教えてほしいですよね、うん、誰かに、やっぱりあれは、うん、もう、うん、そうですね、なんとなしにパラメーターをこうね、右や左にいじって、あ、なんとなくこれで気持ちいいからこれでいいやっていう感じの方がやっぱ多いと思うんで、うん、自分は星のね、規制のね、うん、ところのね、パラメーターしか見てないんでね、うん、240とか、ね、そうそう、うん、あとはシャドウ側のところしか見てないんで、うん、もうちょっとなんかあるのかなとか、うん、ありますね、ありますよね。ステライメージの何をされるんですか、時間は。あ、僕ですか、うん、ね、やっぱり、まあ、DDP とかもちろんですし、うんうん、あとほら洗濯マスクって機能があるでしょ、うん、バグってたやつなんで、あれをね、いろんなこう使い方ができるわけですよ。俺がやったら真っ暗なんだけど、あ、今サポートにメールしてるんで大丈夫ですね。そう、だからまあその辺、うん、はい、だからフィッツ、まあ要はフィッツレベルっていうね、そういう土俵でなるべくこう仕上げる、うんうん、仕上げるっつってもまあフラットは僕の課題だけど、ね、大きいですよやっぱり、うん、いいよ、うん、デジカメやったら余計に大きいと本当に、うん、俺は、いや、ステライメージをね、うん、使ってない人の方がやっぱり少ないと思うんで、日本はね、うんうん、やっぱりそれはすごい有意義なんじゃないですか、うんうん、で近江商人さんはどっちかというと教科書通りにぴったりこう合わせ込むぐらいの素材を得てるし、でそれでそのままいけちゃう人なんですよね、うん、で僕は、うん、僕というか僕以外の大多数結構そうだと思うんですけど、みんなフラットが合わないんですよ、
合わないから、うん、もう8割ぐらいでもうここ諦めて2割はもうリカバっちゃいましょうみたいな、でそれを、うんうんうん、もっとねフォトショップじゃなくてフィッツレベルでもリカバリーできるんだよっていうところを、うんうん、ちょっとこう目から鱗的な情報のネタとして提供したいなと。ああいいですね、うん、そうそう、だから捨てたイメージありますよ、うんうん、いやいいですね、うんうん、いや素晴らしいです、うん、いや多分あれですよ、うん、待ってましたって方が多いと思いますよそれは、うん、ですよね、うんうんうん、まあ関西な言っても関西なんでもうあれそう質疑応答とかいっぱい飛び交いますよ。あ関西弁でね。よしない。たじたじになっちゃう。大丈夫大丈夫。龍之介さんもあの香川なんで大丈夫です。あそっか。あいざとなれば関西弁出てくるわけ。そう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 。なるほど。関西のノリは全然大丈夫ですよ僕は。鍛えられますか。いやもう本当ねよかったよかった。まあうん。今回はね、まあうん、まあ終了で、うんはい、もう皆さん反響も良くて、うんうん、で次回につなげていこうっていう、それがまあ年内を予定してるわけですよね。年内ね、うんまあ、場所次第でね、うん、場所、本当場所、うんうん、もうそうだし、僕ら自身が素材をもっと取ってこなあかん。取ってこなあかん。うん、難しい話やね。いろんなとこ行って、うん、もう6大将、7大将ってね。僕ら自身がちょっと成長しましょうここで、うん、もうちょっと無理え1ヶ月2大賞がやっと俺とかもほんまに、うん、いやでもね月に2大賞コンスタントで取れれば結構そこでガーッと集中してね、それなりにこう2大賞って難しいですよね、結構ね難しい、うん、難しいかね、だから一晩行けばいいってことだよね、一晩一晩改正あったらいいよね、そう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 、なかなかそれがないわけで、そう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 、うんそしたら結構ね、それで処理遊べるもんね。うん、そうそうそう。一週間とか。少ない方がね、大事に扱う、そのやっぱり素材をね。うん、そうそうそう。うん、やっつけではないね。そうそうそう。やっつけではないね。ないはい。あ、そうだ、あれを言った方がいいんですか？あの、アンケート。アンケートの集まりが悪いっていう。アンケート。あ、あの、今回のほら。そう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 。今回の、その、東京のね、オフ会の、感想とかね、ご意見とかのアンケートを、じゃあそう、先日はあのその飲み会の前に言っちゃって、僕はね、その後みんな酒飲んで忘れちゃったっていう意味があるんで、ちょっと改めて、うんうん、なんだっけ、参加のサイトでいいんですよね、参加、うん、そうそうそう、告知サイトでね、うん、告知サイト、応募サイトのところに今、リンクを貼っているので、うん、アンケートの、うんうん、参加された方はそこに、ちょっと。ちょちょっとね、そんななんか選択式みたいな感じなんで、そうそうそう、ほぼ選択式なんで、ね、あとは別に入れなくてもいい、ねうん、名前も無記名でも大丈夫なので、うんぜひぜひ、今後のね会社に生かしたいので入れていただきたいと思います、うんはい、そんな感じで司会者の挨拶が終わりましたね、はい、いや今ね龍之介さんの声聞いてて思ったんだけどね、うん、今日の龍之介さんの声はねすごいいい感じだわ、うん、あ、うん、違う、マイク、ね、音質が違う、うん、あちょっと今日ね超高マイクをね引っ張り出してきてね、うん、昔あの遊びで使ってたやつを、お手話のやつ、手話の57ベータ 57A ですね、これはね、おすごい、オーディオインターフェースを介して、オーディオインターフェースも介して、うん、なんか ラジオの声聞いてるみたいな FM のね、うん、それに引き換え大見商人さんのなんかもうチープなこと、だって iPhone のイヤホンですね、うん、いや多分ね、うん、いや空間がねなんか反響してるんですよね、廊下かどっかで喋ってるな、あそう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 、うん、そう、うん、家の隅っこでなんか隠れて喋ってるみたいな、あまあまあまあそういう感じ、何かに恐れて、ちょっと何か恐れて、トイレにこもったりとかね、うん、なるほど、そうそう、ぜひぜひあのアンケートは、うん、そうですね、アンケート、うんうんうん、書いてもらって次につなげると、はい、というところですね、よろしくお願いします本当に、うん、はい、うんうん、よかったよかった、うん、大成功でしたよ今回、うん、と僕らは思ってますし僕らはね、いやまあ杉ヶ原とこう2回重ねてね、うん、やっぱりよかったって言えた度がすごく高いと思う、うん、今回だいぶなんていうかな、うん、成長なんていうかな、そのイベントとして、うんうん、成長しましたよね、そうですね、うんうん、まあそれはやっぱ大見商人さんのね、ああいうなんていうんですかね、今ここ最近のそういうねやり方、うん、うん、まあ効率よくやるっていう、うん、そうだけですよ、やっぱあのサイトも大きいですよ、うん、大
きい大きい。いやもうね、そうじゃないと続かへんもん、運営側が。ああ、ですね、うん。疲れて。うん。うんうん、あのサイトだったら本当丸投げでポンですよね。そうですね。うん、だって僕、関ヶ原の時は、毎回ヤフーメールに来たメールをこうやって送り返してましたからね。で、質問がまた来るから、キャッチボールっていうのをこう繰り返したりとかしてたからね。まあ確かにそれリソースね、最初は、ね。うん。結構準備とかもね、下ろすとか、うんうん、うん。こういうのいいですね。やっぱり IT 化ですよ。IT 化の存在ですね。そうですね。お任せあれですね、じゃあ。お任せ。ですよ。うん。次回もこれ使うんですよね、同じ。ああ、もちろん、もちろん。だから同じ、うん、もうアカウント取得されてる方、うん、ああ、なるほど。うん、あと、過去のイベントのね、参加履歴も見れるんでね。ですよね。うん、2回目の方も分かるし。匿名でも OK ですもんね、ハンドル名でもね。うん、そう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 。これはぜひぜひ、うんうん。その辺の、なんだろう、個人情報っていうのは、まあ、僕の考え方としては、なるべく、うん、もう知らなくても来てもらって、で帰ってもらって、名前分からんけど、まあ、交流深めて、うん、仲良くなってきたら、いや、実はこういう名前なんですみたいな、そんなんでも僕、いいと思ってるんですよ。いや、もう全然それでいいですよ、ね、うん。僕、そういう考え方だから、うん、なんか変な登録せなあかんとかっていうのは、僕はないです。だから、ハンドル名なり何なりのね、うん、あの毎回同じ名前で入れてくれれば、それでいいんですよ、ね、うん、そうそうそう、うん、あの時来てくれた、うん、あの人、うんうん、ですね。分かればいい、認識できればいいですもんね。うん、個人、そうそう、2回目割引とかね、できちゃうんで、それで。回数か。回数つけ。わからんけど、何割引くんか知らんけど、割引くあれもないし、うん、もう原資がないし、まあいや、はい。ですね。だからあれだが、まあ次回はキャパ数ね、ちょっとこう、まあ今までは30とか38とか、うんうん、そこがもうちょっと増えたら面白いですよね。その辺なんかほら、あれしませんか、事前アンケートというか、なんか同じサイト使って。うん。ああ、できるんですか。そしたら逆に言うと、意識調査的な、そこをほら、うん、基準に、その会長選べるわけじゃないですか。うんうんうん、あ、そうか。いや、それやりすぎかな。そうね、うん、難しい、どうやろう、次回は50までにしようと思ってんけどね、45から50、いやいや、うん、いや50でもいいですよ、50でもいいけど、うん、本当に50集まるかどうかが分かんないから、だから次大阪でやりますけど、ね、あの参加できそうな人、うんうん、確定はしないけど、まあ、意識レベルで、うんうん、出たいかどうかっていう、うん、いや、それで100手挙げられたら100の会場探さないといけない、探しましょう、じゃあ今本気で俺答えてるけど、うん、いや、まあそれほらできる範囲でね、うん、やっぱ100、ね、あれですよね、人数が多ければ、うん、多いほどその箱代が高くなるとね、あのね、一人当たりのね、会場費が高くなるっていう、うんうん、ほらその辺の、うん、やっぱりほら、うん、例えば、うん、価格感というか、うん、まあまあなんていうかな、うん、これだけだったら出すよとかっていうのもね、うん、記名でアンケート、あの前言ってたよ、うん、クラウドファンディング形式でね、やるのかね、ああ、まあ、お金集める、うんうん、クラウドファンディング形式で事前に、うんうんうん、何人来たら開催するとかっていうね、うん、やっぱほらいい会場の方がね、うん、いい会場の方がそのもちろん画像とかもさっきのプロジェクターとかもやっぱいいわけじゃないですか、うん、そうですね、やっぱ質も上がるから、うん、その分やっぱり上乗せして入場料はやっぱ上がっちゃうけど、うんうん、でもやっぱりそれでもいいっていう人もたくさんいると思うんで、うんうんうん、むしろそっちの方がいいって人が、うん、安くて、まあね、あとはそうするともう出演者のレベルを上げるっていう、またこう、出演者。それで、うん、いいじゃないですか、うん、どん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 こう、すべてが上がっていけば。うん、ああ、胃が痛い、うん。時間の枠は、やっぱり1時5時みたいな感じがいいんです、それとも、まあ、その方がいいんじゃないですか、うん、ちょっと遠方の方で日帰りでするんであれば、やっぱりその方がいいんじゃないかな。うん、朝で、ね。ガイドベースだったら、うんうん。午後に到着とかもあるんでね。うん。うん、あ、まあまあ、開始は1時だとして、やっぱまあ5時で終わっといた方が、まあその後2時間行こうやっていう人たちもいるからっていうことなんかな。あ、そうそうそう。あ、なるほどね。やっぱ、うん、やっぱり4時間とか、今回5時間かな。うん、いや、あ、やっぱり集中力のね、問題があるんで、うん。まあね、まあね、うん。うん、そうですね。やっぱ2人だとそうなりますね。うん、あとゲストの、うん、入れたとしても。うん、あとやっぱりその実演者が増えてきたら、またあれ、うん、そのさっき言ってた九州とかの時とまた違ってるんでしょうけど、メニューがね。そうですね。そうか。いや、お疲れ様でした。うん、いや、本当に良かったです、うんうん。まあちょっとね、ロケハンまたちょっとよろしくお願いしていいですか。あ、うん、ちょっと、まあ、キャパとか気になるし、何回か大阪行くんでちょっと見てきますよ、そのついでに。うん、うん、うん、ですね。
わかりました。まあ、今日はじゃあ1時間ということで、そんなところですね。素晴らしい、うん。ちょっと僕の空白の期間、しっかり聞いておきますんで、あの悪口言ってないかどうか。うん、はいはいはい。あの別にあの切らなくていいですよ、編集でそこ。もうそのまま、うん。気になるけど、流しましょう。YouTube 上げてから聞いてください。あ、了解です、了解です。わかりました。はい。皆さん今日は、というか、今回はありがとうございます。あ、本当に、うん。皆さんにありがとうございましたと。ありがとうございました。参加者の皆さん。はい。また次回よろしくお願いしますと。はい。ということで、はい。します。今日は以上ですね。はい。はい。それじゃあ、お疲れ様です。はいはい。お疲れ様です。ありがとうございます。